はいそれでは読書レビューをしていきたいと思いますこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容を動画形式でレビューをするという内容になっていますで具体的なジャンルとしてはビジネス書とか一般教養についてまた継続習慣化についてや心理学メンタルについての本をご紹介することが多いです でこのチャンネルで私がレビューをしているモチベーションとしては、まあ、あの皆様がです、ね、何か日々の生活の中で新しい気づきとか、まあ、好奇心を持っていただくために、えーまあ、あの本を紹介できればと思って続けています。 でもしよろしければですね、えーと、各動画の説明欄にですね、えー、と各本の Amazon リンクが貼ってありますので、あのレビューを聞いていただいて、もしこの本読んでみたいなというふうに興味を持っていただければ、えーまあ、そちらからぜひご購入をいただければと思います。 で、またチャンネルページにですね、再生リストが作ってありますのであの、興味がありそうなジャンルがあれば、ぜひそちらから動画をご覧いただければと思います。で、また私に読んでほしい本があるよと、まあ、そういった方はですね、あのコメント欄に書いていただければ、あのいつか読ませていただけると思いますので、そちらの方もぜひよろしくお願いします。で、あの、まあ、気に入っていただければですね、チャンネル登録とグッドボタンの方をぜひよろしくお願いします。で、今日はですね、えっと、こちらの英語上達完全マップと、 いいいうタイトルの本をご紹介したいと思いますでこの本は、えーとまあ、その英語を学習していく上で、まあ、どういった道筋をたどって、えー、学習の、えー、完成を見ていけばいいのかということについて説明している本になります。で今日はその中から3点面白いなと思った点をご紹介したいと思います。で1点目が英語習得の戦略の立て方についてで2点目が具体,具体的なトレーニング方法について。 えー、3点目がその具体的なトレーニングの進め方について、まあ、この3点について今日はご紹介をしたいと思います。 で早速まず1点目の英語習得の戦略についてですで。こちらについてはこの1点目の中で3つポイントがあると思いますのでまた3つご紹介をしたいと思いますで。1つ目はトレーニングの数と種類を絞るということでこの本の中ではトレーニングというふうに言われていますけれども、まあ、要は学習の内容をまあ絞るということですね、まあ、核となる方法に絞るということで2つ目がその学習方法っていうのをできるだけ具体的にする明確にするということ。 つまり何をやればいいのかということだけではなくて具体的にどんな教材を使ってどれぐらいの回数を繰り返すのか、まあ、そういった個々の学習方法を具体的に見ていくということで最後3点目が複数の学習法をどのように組み合わせて上達に合わせて学習の全体像をどうやって変えていくか、まあ、どうやって学習を進めていくか、まあ、それを明確に示すと。 いうことですです個人的にはこの1点目の英語習得の戦略というところにこの本のまあ要点が集約されているのかなというふうに思います。まあ、つまりどういった学習をすべきなのかっていう漠然とした、えー、イメージだけではなくてまずどういった、えー、教材を使って何回やるのかそして最終的なゴールに向けてどれぐらいやっていくのかっていう明確なイメージを最初にまあ作ってしまうということですね。ままあここれれががの非常に重要だとといいうことが書かれていますで2つ目 に移りますで具体的なトレーニング方法についてです。でこれについてはですね、この本の中で、えー、と非常に具体的に、えー、と各学習方法について書いてあるんですけれども、えー、と主に6つ、えー、内容が紹介されています。もうこれはざっとご紹介しますけれども、えー、1つ目、リピーティング、音読、シャドーイング、で2点目が、えー、短文暗唱つまり、えーえー、と瞬間英作文についてですね、で3点目が文法、で4点目が精読で、5点目が多読、で6点目がまあボキャブラリーと。 いう内容になっています でこれはまあ一般的なその英語学習においてまあ非常に重要なえ項目だと思うんですけれども、まあ、特にあの注目すべきはまあリピーティングとかシャドーイングっていう、まあ、あの発声をするという項目が盛り込まれているというところと,、えーとまあ、単純に文法を勉強するだけじゃなくてまあ瞬間絵作文短文暗唱という内容が盛り込まれているところまた読むという行為に対しても「精読」と「多読というところで別々に区別されているところ、まあ、この辺りはですね 重要なところだと思いますので、まあ、ここが丁寧に書かれているというのは非常に面白いなと思いました。で、最後3点目ですね。えっ、ー、と具体的なトレーニングの進め方、学習の進め方についてです。で、こちらについてはまあ、今までご紹介したような内容を踏まえてですね。まあ、どういった学習をえー、まあ、どういった教材を使ってどれぐらい繰り返すのかと。 トイック300点とか400点ぐらいのレベルから、まあ、600点台であったり、まあ、さらには900点台だったり、まあ、そういったレベルに押し上げていく際に、まあ、どの、えー、項目について重視をしていけばいいのかということを、まあ、その自身の能力の変遷とともに紹介をしているという項目になります。つまり、えー、と例えばですねごく初期の頃っていうのは、まあ、実はボキャブラリーはそんなに必要ないので、えー、と最初はまあ音読だけが メインになりますとただレベルが上がってくるとどうしても合意を増やしてこないと、えー、まあ作文もできませんし、まあ、文章を読む上でもまあ詰まってくるところが増えてくると、まあ、そういった状況に合わせてですね確か 4, 4ステップ4レベルに分かれていたと思いますけれどもまあ、そのレベル間に合わせて、えー、まあ先にご紹介したような学習法っていうのをどういうふうに組み合わせていくかということがまあ書かれています。 はい、でえっとまあ、要点はこの3つなんですけれどもあのまあ、今お話ししたようにですねあの非常にこうきっちりあのカリキュラムのようにですねえっと内容が組まれているというのが印象的でした。でえっとこの本の中でその具体的に、えっと、英単語が紹介されていたりとか文法が紹介されているということではないので、えっと、あくまでまああの 単語帳であったりとか、まあ文法書の、えー、まあ使い方について解説しているという本になります。ですが、えっとこの本の中にですね、そのおすすめの教材っていうのがあの個別名称を伴って書いてありますので、えっともしこの本に完全に従おうとまああの決心して学習をする方はですね、まあこの本一冊買ってバーって読んだ後にその中に書かれている教材をまあ買っていくというやり方でも。 えと十分成長できるんじゃなないいかなと思いますで私自身もまあ今アメリカにえと住んでいまして、まあ、もちろん日々生活の中で英語を使うんですけれどもあのこれだけ体系だってですねあの英語の学習を説明している本っていうのはあの出会ったことがなかったので非常に素晴らしい本だなと思います。ではっきり言って内容をちゃんと,、えー、とフォローしようとするとですね非常にタフな内容だなということも同時に感じたんですけれども、まあ、本当に英語をまあ学習したいというような強い意志がある方にはまあ非常におすすめの 本かと思います。で値段自体ま1400円とそんなにむちゃくちゃ高くありませんのでまあ一冊持っておいて自分の学習の、えー、こう道標っていうんですかねあのー、まあ自分が学習が適切に進んでいるかということをま確認する意味でも使える一冊なんじゃないかなというふうに思います。はい今日は以上になります。あのもしよろしければですねえー、とチャンネル登録とグッドボタンの方ぜひよろしくお願いいたします。